サマーラブ。ちょっと慣れないことやらせたらこんなもん忘れすぎだったら言えるんだろうかということでね、今、はい、披露した曲、サマーラブ、夏の曲ですよ。夏でしたね。もう9月ですよ。もう秋、見納め的なやつじゃないですか、うん、そうですね、見納め的なノリのやつですね。いやでもやりたいけどね、この曲もずっとね。じゃあ 冬になってもやろうか、これ。いいじゃない、ここだけの空間は夏的な。そうだね、じゃあそうしようか。ここだけ夏にするってやつですか。そうそう、9月ね、もう寒いですよ。寒くないですか。寒いですよね、皆さんね。今日ね、寒くはない。俺 T シャツいつもでも多分帰る頃にはもう寒いんですよ。天気予報を調べたら16度だったからね。寒いなって思って、まあ、うん、そうみたいですよそうしか言えない寒いね。寒い中でもちょっとね、9月イベント、暑いイベントあるんですけど、はいはい、その告知をね、ちょっと高橋名人に話してもらおうかなと思って。醤油みたいな。これあんまゲームやらないんだけど。はい、お願いします。はい、ですね、9月の11日ですね、はい。はい。あれは火曜日のことでしょうかね。あれは火曜日のことです。あれは火曜日のことですね。火曜日にね、アトリエ S プレパーティーというライブにね、出演させていただきますのでね、はいはい、取り置きもね、受け付けております。もう告知はしましたか？しました。じゃあ、僕たちのツイッターにね、取り置きお願いしますみたいに書いてくれればね、そうですね、取り置くんで、はい、はい、
皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、その次の週の土曜日にもスタジオライブ、また、はい、この次のスタジオライブがありますのでね、みんな来てください。はい、ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、ということでね、はい、残り僕たち1曲もっと熱くなりましょうよ。そうですね。なんだそんな感じ。それは僕らだけではなくこの会場全体のことを言います。はい、はい、照明さんからね、音響さんまで全員で、はい、楽しんでいけるように、はい、はい、お願いします。照明さんもね、準備してるようなんで。はいはいはい、じゃあ行きますか。行きましょうか。ラスト行きましょう。聞いてください、止まらない。しらけたな、これ寂しいな。じゃあ、なんかありますか、一言。ね、あと、今日は1日 ?3 日で、あと3日で24歳になるんですけど、やっぱね、20歳超えてくると、あんまり誕生日が嬉しくないかなっていう、ね、ちょっとあるんですけど、いや、そうだね。だってね、おめでとうって言ってくれる人たちがいて、嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、はい。おめでとう、おめでとう。じゃあね、今そのもらった分、ここで止まらないで、はい、止まらないでお返しします。止まらないでお返ししよう。じゃあ行きましょうか。行きましょうか、楽しんでいきましょう。聞いてください、止まらない。心に嘘はつけない、悩め恋するラブ。
け揺るぎないこの感情を忘れようなんて思わない。出会えた愛の奇跡抱きしめて生きてく。以上、トランプスでした。ありがとうございました。